はい、おはようございます。ゆうかりチャンネルです。今日はすごく天気が良くてとっても明るいですね。お正月はずっと天気が良くて、そして今日紹介するのはちょっと去年のテキストになるんですけど、素敵にハンドメイドの2019年11月号に載っていた、この葉模様のハーフミトン。音ちゃんが来た。この葉模様のハーフミトンを編んでみたので、ちょっと紹介していきたいと思います。でですね、どんな感じになるかっていうと、こんな感じの可愛いハート模様。ハート模様なのかな？この葉模様って書いてある。こちらを編みたいなと思って、お家にある毛糸でね、ちょっと編んでみました。ちょっと編み図は見せられないんですが、で本では、中細程度のストレート糸が 75g いるということで、まず1個目編んだのがこちらです。これは、セリアさんのメランジモヘアを使っています。ごめんなさい、無謀ですけど、メランジモヘアのカラーナンバー5番の 25g 巻きですね。だから3玉ちょっと いりました。で、最初は目数を本通りに54目で作ったんですけども、すごく大きくなってしまったので9目減らして45目で編んでいます。それでもちょっと大きいかなと思いますが、私は手が大きいので、でこんな感じに出来上がりました。で45目の作り目で3号で編んでいます。これモヘアだからとってもあったかいですね。で親指は本通り4段にしたんですが、なんかもうちょっと上の方まであってもいいかなって思います。8段もしくは10段ぐらいあってもあったかいかなと思います。可愛いですよねこれ。でもうちょっと手の小さい方はもう3目減らし目をすると42目とかでいいんじゃないかなと思います。メランジモヘア自体がかぎ針の指定が6号なので、半分にしてるのでね、3号で編んでる。でも結構みっちりしてて、これはこれでとってもあったかくできました。あとね、もうちょっとね、ここのね、編んでみて思ったんですけど、ここがぼわっと広がるっていうんですか、ここがもうちょっとこうすぼまってくるとなおいいので、最後どこかで減らし目をしてっていうのも考えたんですけど、まあ 手が動かしやすいのでそのまま編みました。でこれがメランジモヘア、セリアさんのメランジモヘアで編んだものです。でお家にあったもう一つ編みました。こっちがオパールケイトで編みました。オパールケイトの4本よりで編んだものです。こっちはね、かぎ針が3号で本通りの目数にしました。こちらはね、糸が細いのでそのまま本通りに編んでいます。はめてみますね。これはこれで可愛くないですか、色が。でここの親指の段数を8段にしたんですね、うん、で私親指がでかいのでちょっとここはきつかったので、親指だけもう少し1号上げて4号で編んでもいいかなと思います。これも可愛いでしょ、ね、簡単な編み方の繰り返しなのでとっても可愛くできます。そして同じ本でもう一つ今編んでいるものがあります。それがこれですね、まっすぐ編む透かし模様のプルオーバーというものです。服っていうのかな、これですね、川地由美子さんのデザインのこれです。
これをなんか編んでみたくなって、まっすぐ編むだけって書いてあったのでちょっと挑戦しています。ね、前身ごろ後ろ身ごろ袖っていう感じでつけるんですけど、それがこちらですね。前か後ろか決めてないですが、前も後ろも同じなので、で今こちらどっちかが編み上がっています。こっちから編んでいってシェル模様に入って終わるので、こっちが首周りになりますね。ここの首周りはここです。なんかあんまり処理とかもないので編めるといいなという感じで編んでいます。今そして後ろ身頃の方に入ってます。これもね、初心者向けでとても簡単な編み方の連続なので、なんかできるんじゃないかな、初めて私も編むんですけど、簡単に製図されているので編めるんじゃないかなと思います。使うグラムが 390g 毛糸が必要で、並太のストレート糸で6号で編むって書いてあるんですが、私は体が大きいので7号で編んでいます。で使っている毛糸がパンドラさんで安売りしていたこのブリティッシュ純毛並太カラーナンバー107番。これね、安売りの毛糸だと足りなくなるっていうのが心配なんですよ。で 40g5 玉で5し20でしょ、20 20 20、前身ごろだけで5玉いったんですね。やっぱり15は必要かなと思って、これ5個入りなので3個、5個入りの純毛並太のセットを3個買ってきました。これ700円だったので2100円ぐらいですかね。で純毛って書いてあったからちょっとあったかいかなと思って、でこれも2個目の袋で今1つないので足りることを願います。はい、今編んでいるものはこんな感じです。はい、では今編んでいるものの紹介と編んだものの紹介でした。次回の動画もお楽しみに。ゆうかりチャンネルでした。バイチャー。おとちゃんが来た。チュンチュン。